X！ ついに私がこのミスター X が龍が如く法伝説を継ぐ者キャバ嬢 TV の動画の方でお目見えしました。 X！ 子供もおーい、みんなミスターノリがいい、幸先いいですよ。今日は今回はなんと龍が如く方伝説を継ぐ者完成披露会に来ております。ということで今回は先日行われた龍が如く方伝説を継ぐ者発売記念記者会見の模様と我がキャバ嬢たちの晴れ舞台の裏側をミスター X が完全リポートしちゃいます。ファイト！さあ、まもなくですねキャバ嬢の皆さんが入ってくるということで、ここからですね来るんですかね、私ミスター X が待ち構えております。さあ、いつ来るんでしょうか。ミスター X です。キャバ嬢がですね、9時入りのはずなんですけども今、約1時間待ってますが誰も来ません。天狗でしょうかと、その時来た、誰か来ました、誰か来ましたか。あ、森前です、森前が来ました。どうも森山さん、おはようございます。キャバ嬢 TV レポーターのミスター X です。ちょっと近いっすね。森山さん、今日は9時入りということなんですけど今は何時ですか。今10時です。10時、あ、10時ですか。なんか森山ちゃんはロケと東京ゲームショーの時も遅刻して、はい、そして今回この大事な披露会の遅刻、見事3冠を達成されたということですけども、ご感想は。申し訳ありませんでした。あ、なるほど。じゃあちょっともう急がないと。はい、はい、はい、じゃあ頑張って。ありがとうございます、ね、頑張ります、はい、ね、全く悪びれた様子もないです。余裕しゃくしゃくといった感じですけど。続いて現れたのは、来ましょう。あ、リアちゃん、どうも、ミスター X です。はい、あ、どうもどうもどうも、X さん。いや、おはようございます、はい、リアちゃん、昨日の夜はちゃんと寝れました。昨日の夜は、いや、うはうはで眠れませんでした。うはうはで眠れなかった。はい、うはうはで。うはうはとはどういう感情ですか。もうなんか、もううはうはです、ね、うはうはです、うはうはです。キャバ嬢姿楽しみにしてます。はい、行ってらっしゃい。よろしくお願いします。行ってらっしゃい。行ってきます。あ、いい匂いする、いい匂いします。いい匂い、いい匂いする。なかなか揃わないキャバ嬢たち、そこで楽屋をちょっと覗いてみると、え？私入り口間違えてたみたいです。キャバ嬢、キャバ嬢入ってますね。ちょっと行きましょう。どうもこんにちは。どうもどうもどうも。のあちゃん、ちょっと皆さんにね、今日はせっかくですから意気込み聞いていきましょう。じゃあのあちゃん、今日は披露会ついに来ましたけども、ふんふん、どうですか披露会臨むこれからの気持ち。楽しみです。楽しみ、しずかちゃんね。今日またセクシーで、はい、昨日の夜は眠れました。いや、眠れなかったです。あら、何時間寝たんですか。1時間1時間で、で、9時にちゃんと入って。森ちゃん、今日何時に入ったっけ。10時。あ、10時です、なるほど。あら、もう初めまして。初めまして。実はミスター X 初絡みですね。いつもあのバナナを食べる様、ごちそうさまです。ね、見させていただいてます。いましたよ、大阪の、大阪代表の姫香ちゃんが、はい、緊張してますか。緊張してます。キャバ嬢 TV で昔ね、あの姫香ちゃんがこう、いつもお客さんからぬいぐるみをもらうけど、はいはい、本当はブランド物が欲しいという暴露をしたんですよ。その後どうですか、お客さんからもらえるこうプレゼント変わってきました。あの、高いものはもらえへんけど、はい、ぬいぐるみをもらわなくなりました。あ、来ましたよね、キャバ嬢 TV のムードメーカー。今日ちょっと普段と化粧が違ってね、今なんかすごいすごいやってもらってるので。ほんまですか、可愛くなりましたねこれ。ありがとうございます。一輝ちゃんのメイクのノリはどうですか。土台がいい、はい、土台がいいのでメイクのしがいがある、はい、ね、やっぱこう本番前なんでみんなが盛り上げようとしてくれますね。他
ここでミスター X から一つ提案が。ちょっとあれしましょうか、じゃあね、エンジンでも組んでちょっとみんなで気合い入れましょう。おい、来て来て、みんな来て、おい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 、そう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 、エンジン組んでね。よし、キャバ嬢、おはよう、バカタレ、おいバカタレ、お前かいや、もうか、本当に悪いやつみたいになるじゃん。髪の毛大丈夫って。じゃあこれから完成披露会行くけど気を引き締めて行くぞ。ファイオーファイファイといえばオーファイトーゴーカットしてください。